皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の23日目です。では問題を見ていきます。括弧1、絶対値が5以下で2より大きい整数を書きましょう。絶対値が5以下、2より大きいというのは、5以下というのは5は入りますよね。2より大きいという時には2は入りません。ですから5以下、5、4、3まで、絶対値が5と4と3の整数、これを書けばいいんですね。絶対値が5の整数というのはプラス5とマイナス5、そして絶対値が4の整数はプラス4とマイナス4、そして絶対値が3の整数はプラス3とマイナス3。答えはこの6つの数になります。括弧2番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス12足すマイナス23、負の数同士の足し算でしたね。ここでは共通の符号を前につけて絶対値、これを足し算しました。ですから12足す23は35なので、マイナス35、これが答えです。丸2、プラス5引くマイナス6、ここでは引き算を足し算に直してプラス5足す、ここが足すになると符号が変わってプラス6、こうなりますね。でプラス5足すプラス6、同符号同士なので共通の符号を書いて数字は5足す6足し算してプラス11、これが答えになりますね。丸3、プラス7分の2足すマイナス7分の5、これは符号が異符号同士です。正の数と負の数でしたね。この時には絶対値の大きい方の符号が答えにつきます。絶対値はマイナス7分の5の方が大きいので負の符号のマイナスがついて数字は引き算でした。7分の5引く7分の2で7分の3、マイナス7分の3が答えになります。括弧3番です。次の計算をしましょう。丸1、マイナス8足すプラス7足すプラス9足すマイナス13、ここでは、この数字の順番を変えて計算しやすくしました。まずマイナスの数を前に持ってきましょうか。マイナス8足すマイナス13足す、次にプラスの数、プラス7足すプラス9、これもちろんね、正の数の足し算を前に持ってきて負の数の足し算を後ろに持ってきても構いません。負の数同士を計算するとマイナス8足すマイナス13ですからマイナス21ですね。足す正の数はプラス7とプラス9ですからプラス16です。異符号同士の足し算になりましたね。マイナス21足すプラス19と、絶対値の大きい方の符号が答えにつきます。絶対値が大きいのはマイナス21ですから負の符号が前について絶対値は引き算、21-16、5ですから答えはマイナス5、こうなります。括弧4番、次の計算をしましょう。丸1、プラス2足すマイナス5引くマイナス8、正の数負の数の足し算と引き算が混じっている計算、この時には引き算の部分を足し算に直して計算します。そうするとプラス2足すマイナス5、そしてここの引き算を足し算に直すと足す、このマイナス8は符号が変わってプラス8、こうなりますね。これをちょっと順番を変えましょう。プラス2
足すプラス8足すマイナス5、こうなります。そうすると正の数足し算するとプラス10ですね。足すマイナス5、こうなります。そしたら絶対値を見るとプラス10の方が大きいので、プラスの符号を前につけて、ね、そして絶対値は引き算、10引く5ですから5で、プラス5が答えです。この時プラスの符号を省いて5と書いても正解になります。括弧5番です。次の式を括弧のない形にしましょう、こういう問題ですね。丸1、プラス3引くマイナス6、ここの引き算を足し算に直してプラス3足す、プラス6、こうなりました。そしたら括弧の中をそのまま書けばよかったんですけれど、前が正の数になるときにはプラスの符号を書きませんでした。ですから3、次にはプラス6と、これが答えになりますね。3足す6と。丸2、プラス2引くマイナス4足すプラス5、ね、引き算と足し算混じっているのでこれ足し算に直します。プラス2足す、ここを足すに変えたのでマイナス4の方がプラスに変わってプラス4足すプラス5。そしたら括弧の中をそのまま書くんですけれど、最初が正の数の時には符号は書きませんでした。2足す4足す5、これが括弧のない形になった式です。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。